リスマ桜井マッハ隼人、打撃もマッハ、決めの強さもまたマッハ。デビュー以来5年にわたり無敗を誇り、76キロ級の頂点に君臨していたマッハ。その強さ、ファイトスタイルが若者の心に響き、カリスマとなった。今宵野生のカリスマが蘇る。ブラジリアントップチームの貴公子ミルトン・ビエイラ、ブラジリアントップチームきってのイケメンファイタービエイラ、同じチームのアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラが発動した新技スピニングチョーク。確実に相手を仕留められるが難易度は高い。しかしビエイラはこのスピニングチョークをノゲイラより5年も前から得意技として使いこなしていた。実はこの技を編み出したのはビエイラだった。甘いマスクから想像もつかない激しいファイトを見せるトップチームの貴公子。野生のカリスマに今引導を渡す桜井マッハ隼人対ミルトン・ビエイラ。ただいまより本日の第5試合を行います。そうですね、青コーナーよりミルトン・ビエイラ最終入場です。前大会で敗れたルイス・ブスカペの無念の思い、その思いを抱えてブラジリアントップチームが送り込むミルトン・ビエイラの入場です。15歳から道着をつけない柔術ルタリーブリをはじめ、現在は黒帯を取得しているグランドのスペシャリスト。去年ノゲイラが見せて度肝を抜いたあのスピニングチョーク、あの技を5年前から使っていた男です。ブラジルではビエイラといえばスピニングチョーク。しかしどんなに警戒されても最後の決め技、その9割はこの技です。アナコンダのごとく絡みつきマッハの首を狙っている。ブラジリアントップチームの貴公子が、さあプライド初登場ミルトン・ビエイラ、はい、桜井マッハ隼人、マッハがですね、はい、本来のこの階級に戻ってきたということですね。ベストウェイトに戻したということですね。ベストウェイトですね、これまでちょっと83キロ級でかなり苦しんできましたけれども、茨の道って言ってましたけどね、はい、しかしその茨の道を踏みしめたことでこのマッハは大きくまた変わった、いや変わったではない、元に戻った。さあ、あの頃の無敵を誇ったあの頃のマッハに果たして戻っているのか。対戦相手はブラジリアントップチームの貴公子ミルトン・ビエイラです。これ茨の相手ですよ。これも相当強いですよ、強いですよ。おお、さあ飛び込んできた、ビエイラは捕まえたいグランドのスペシャリスト。さあ逆にマッハ、そしてそのまま固める肩固め。今のコンタクトもね、この階級の軽さみたいなの感じさせないですよね。そうですよね、ヘビー級のぶつかり合いみたいな感じしますよね。力強さありますよね。ありますね。このあたりあのパワーに負けない力を持ってきたマッハ、はいはい、やっぱりあれは無駄じゃなかったですね。そうですね、あの階級で戦ってきたことはね、さらにキレが戻ってね、本当にそうですね、はい、あの苦しい茨道の2年間でテクニックも向上し、そしてやはり精神面も強くなったというふうにマッハは言っています。英子さん、やはりこのマッハがね、はい、本来のあの強さに戻ってほしい、ファンがやっぱみんなそう思ってますもんね。そうですよ、もう会場のマッハコーラすごかったですからね。すごかったですもんね。去年の10月のクラウス・レグレーシーに本当に総合で初めてのタップアウト負けを喫した、はい、本当に見たくない光景でした。ただ本来のこの階級に戻ればマッハ、今一度この武士道がこのマッハを中心に回り始めるかもしれません。さあ上からパンチを振り下ろしてくるマッハ、ドキドキ狙ってきた、下から十字、危ない、さあ一瞬に下からのビエイラ、この辺りはデタリーブリのやはり黒帯、一瞬飛びましたからね、ヒア。さすがですね、やはりブラジリアントップチームが送り込んできたグランドのスペシャリスト、一瞬の隙を見逃しません。このレベルはもう一瞬の隙の勝負ですからね、怖いですね。怖いですよ。前回特にルイス・ブスカペが敗れた、それだけにこのブラジリアントップチームとしては今回は負けられない、そんな思いで送り込んできたこのビエイラです。
今マハ選手もまさかと思ったね。いや一瞬伸びましたもんね、腕がね。表情変わりました、ね、はい。そこから振り付けに行って体勢を崩させて、なんとかこの気を逃れましたけれども、お互いにとってこれ大事な大事な一戦ですからね。あ、そして佐藤ルミナがリングサイドで見つめています。さあ、ミソジを迎えるマッハ第4代シュートミドル級チャンピオン、2分半このマッハが本来のこの卓球に戻ってきた。上からのパンチ、これはしかしビエラも見切っている。何も動きがないように見えて、非常にこうお互い探り合ってですね、肌と肌で頭の中でいろんなことを考えてるんですね、はい、出発になりますね、はい、さあしかしここから何か技を出しませんと膠着状態ということで、スタンドですね、スタンドに戻されますね、はい、ミドル級83キロ、あの階級で苦しんだ2年間、しかし一回りも二回りも大きい相手と戦うということは、まあ、他のファイターはあまりやってないけれども、結局技術がないとそこでは結果が出せない。だからこそその2年間でそのヒットを掴んだというマッハ。さあまた行く、今度これは引っ込んだか。さあ下から肩固め、上からパンチ、こうなった時にビエラが下からどういう技を仕掛けてくるかですが、腕をうまくこう下にしていますが、と下からまた下にまた来るぞ、また腕しげに来ようというところ。非常にビエラの動きが速い、柔らかいですね。エゴちゃん、やっぱりブラジリアントップチーム そのグランドのスペシャリストの異名は ね本物ですね。手足長いですね、絡みついてきますよね、本当にね。三宅さん、はい、一瞬その守ってるかなと見える体勢でも、ね、全く、ね、そのディフェンシブな指示が出ないんですよ。あ、出ない、はいはい、必ず攻撃しろと、アームロックが三角締めだと、なるほど、こういう感じの指示がすぐ飛んできますね。あ、森脇アナウンサーのリポートですが、やはり高田さん、どこからでもこの人はですから攻撃に移れるんですね。そうですね、引き出しが多いというか、ね、はい。さあポジションがロープに近かったためにドントムーブでリング中央まで戻されました。上になっているのマッハですが、ガードポジションビエラ、ここからでもビエラはですから腕を取って一気に攻勢に転じることができま す、ね、さあマッハはこの辺りは十分気をつけなければいけませんが、かつて75キロ以下級では世界最強と言われた男マッハ、今年味噌汁を迎えます桜井マッハ隼人。上からのパンチ、しかし徐々にビエラがまたポジションを変えているぞ。さあお互い攻めて、お互い攻めて、そうですね、はい、ビエラが下にいると見せかけてちょっとずつポジションを変えています。また、はい、腕を取るが、上からのパンチを握っているビエラ、ミルトンに対してポジションをうまくこう使うようにというふうに指示が出ました。あっと、さあ奥からの足を取るぞ、足を取りに来る、さあそしてこの動きはなんかビエラ、残りが5分、さあそして今度はクリスモーカーの膝、再びスタンディングに戻りました。いや、あの動きはすごかったですね、ビエラ。ハイレベルな1試合で、分かんないぐらい早く。さあ今度は打撃、グラウンドに来ればやはりシーラが、あっ、乗ってきた、乗ってきた、そしてフロントショーク、カーブだ、しかしこれはまだ決まっていないか、まだ決まっていないか、まだ動きがあります。いや、しかし今も飛び膝から一気にフロントショークへ、飛び膝からフロントショークの流れが一つの線になってますね。なるほどね、ワンテンポ置かないから、なるほど、流れの中でできてるんですよね、あれがね、だからマッハ選手に対してあれ取れちゃうわけです。なるほど、はい、さあしかしこれはサイドになって、今度はマッハのポジションになろうとしています。今度はフロントショーク、マッハだ、今度はマッハ、さあどうだ、あっと、これは当てた、しかし寝技でも負けないマッハ、サイドか、またちょっと今度は腕を取りに来るのか。ちょっと放送席の高田さんの声のトーンが上がってきました。こうしてきました、いや、常に高田さんは、ね、冷静に見てる人なんですけどね、単なる視聴者だと。いやいやいや、ビエラの動き、そしてマッハのね、その応酬という、そのテクニックの応酬を見て、あっと右、高田さんのテンション上がってきた。さあすごい試合ですよこれ、はい、さあ上から潰しにかかるマッハ、頭押さえろ、
さあここからどうでしょうか、キックが出せるかマッハ。三宅さん、はい、激しい展開なんですけれども、それでもねマッハは非常に冷静にセコンドの指示にうなずいてます。なるほど、一つ一つ指示に従って動いてる感じです。はい、右右足引いて右足、落ち着いているマッハ。この辺りは相手のボールもまだ見切れているのかもしれません。マッハです。今の要するに、はい、片足持ってたでしょう。はいはい、マッハで取られてたんです、はい、最後まで粘って離さなかった。なるほど、だから上に乗れたんですね。はい、その辺りのこのポジションのインプルーブといいますかね、その辺は上手いですね。はい、です。非常にポジションを自分のポジションに持ってくるのが上手いミルトン・ビエラ。しかしマッハもやはりこのクラスに入って、このテクニック、スピード、パワー、やはり一時損傷ありますね。そうですね、やっぱり一級品ですよね。この辺りはさすがという櫻井マッハ隼人。さあポジションが中央に移ります。ドントムーブ。ただそのマッハ選手に対して同等、あるいはやや上の展開をこうキープしているというミルトン選手もね、グラウンドになったらもしかしたらビエラの方があるいは上かというね、そんな感じもありますね、はい、ただそのビエラの望む形には簡単にはマッハはさせません。下からもパンチを出していきます。下から小さくパンチを出していきます。サイドを繰り出していく。さあただビエラがこの細かくポジションを変えているのは非常に不気味。さあ上から今度は感じを振り下ろしてくる。パウンドに持ってくるビエラ。岡田さんが興奮するのが分かるようなね、非常にこのクロート好みの、いやもうマッハ選手など、はい、もうここまで来る前に決まってますよね。そうですね、サイドポジションになってますね。足を見てますね、いろいろねこう考えながらビエラがねポジション変えてるんですよね。ここから何ができるか止まってないですね。そしてこの後どう動けばいいか、ビエラが考えながらちょっとずつですがポジションを変えています。さあここはうまい、マッハがうまいディフェンス。この辺りは足を使いながら距離を取ります。あここはサンドアップですね。あサンドアップですね、はい、あドントムーブですか。そうですね、ドントムーブですね、はい、同じポジションでリング中央に入りました。相手が93キロあった体をここまで絞り込んできた。今日の体重が 74.9 キロ、櫻井マッハ隼人。ただマッハのパワーは落ちていません。それ以外の部分を削り取ってきた感のあるマッハ。動き自体は非常にスピーディーです。ガードポジションを取っているマッハ。下からコントロールしているのはマッハの方です。ビエラはパンチを繰り出しますが、下からのマッハのコントロール下にありますので、なかなか思うようにパンチが出せません。残り時間が間もなくあと1分。あここでこれはミンカードが出ましたが、もっとアクションを起こすようにというカードが出ました。さあ次が出ました。足ながら怖いですね、あの膝。再びガードポジションになった。今度はビエラの方です。先ほどは立場が変わっています。先ほどは膠着を誘発する動きを見せたということでグリーンカードが出されました。ビエラ残りがあと30秒。お互い下になってもコントロールうまいんで、はい、上からのパンチうまくかわすんですよね。そうですね、おっと今度はまた膝、また腕を取ろうとしている、腕を取ろうとしている、十字に入ろうとしているぞ。しかしおっと横からの膝、まだ狙ってますよ、まだ狙ってますね、まだ諦めていませんビエラ。だからビエラが諦めていない、腕を取ろうとしている。さあ、危ないでしょ、取った膝、今度は膝来たマッハ。残り時間がほとんどなくなっている。ゴングが鳴りました。第1ラウンド終了。足クロートを鳴らせる見事なテクニック合戦を披露しています両者。さあ先ほどのスローが出ますが、下からここから高田さん十字に移行したんですよ ね、はい、ね、上から攻めていたはずのマッハ、一瞬取られてうっという表情を見せましたマッハですが、そしてここからは先ほどのこの10番のシーンですが、マークコントロールしてる。
体勢を入れ替えながら最終的には上に来ようというそんなビエイラのこの動き、あれただ動いてるだけじゃないですね、相手をコントロールしながら最終的に自分が上に乗れるように動いてるんですね。そしてこの膝、ちょっとずれたら当たってますね。そしてこの膝から流れを止めずにフロントチョーク、高いポイントになります。プライド武士道は10分5分の2ラウンド制、残り5分ということになります。さあ今度はキック、上から潰しました、潰しきれない、またも上になったミルトン・ビエラ、しかしガードポジション、やはりこうなるとビエラの対戦なんですかね、しぶとく取ってきますよね、タックルを、はい、しばらくは例えば戦略的に言えばこの体勢で、はい、いい印象で戦えるわけですよね。なるほど、マッハサイドはですね、はい、膝への注意を改めて促しましたね、はい、それからあとローキックでスタンドの中でローを絡めてのパンチ勝負、こういった指示が出てました。ちょっと打撃を絡めてというような指示に変わってますね、はい、はい、長坂からのリポートですが、先ほどローキックを一発見せましたマッハが、あーと今度はサイドに入るぞ、サイドに入りそうだ、あーしかし動きが速いマッハ、これがマッハの動きです。そして足を絡めて今度はマッハの体勢が、ハーフガードのポジションになりました、マッハ。いや、この辺りがマッハの動きのさすがです。お互い野生の動きですよね。技術を超えた。今回は楽しんで試合をしたいというふうにマッハが言ってましたが、いや、マッハがこのテクニック合戦を楽しむように、あの頃の96年デビュー以来、5年間無敗を誇った。あの頃のマッハのように動き始めています。あ、上からのパンチ、残り5分、このままでマッハは終わるはずがありません。攻めたいですね、どんなになっても前に進む、そんなゾンビのようなイメージでいくんだ、今回のテーマにそういう風にテーマを掲げたマッハ、入場曲も東京ゾンビという曲に変えてきました。さあと横からの膝、小田君頭を押さえつけての膝、徐々にエゴちゃん、いい感じ、ついにマウント、いい感じになってきましたね、エゴちゃんね、やはりどんな状況でも進められますね、そうですね、まだ落ち着いた表情のまま、あの茨の道を通ってきたマッハにとってこんな展開は全く関係ありません。ここは休まないと攻めた方がいいね、苦しいところですけどね、どんな苦しい展開でも自分の形に持ってくるマッハ、さあ踏みつけに来るか、軽くキック飛び込んでいくか、さあどうだ、おっとこれはフェイント、さになっている、おっと回転しながら入っていこうとしたマッハ、そして蹴りが飛んでいそうなところ、これもフェイント、どう来るのか、下から気が気ではないビエイラ、さあここで合格状態ということでスタンドアップ、そうですね、はい、飛び込んでくる膝があります、時間が徐々に減ってくる、さあサイドに入るか、しかし下からも腕を取ろうとしている、さあキックに来るか、完全に打撃勝負に入っているマッハです、残りはあと2分、残りはあと2分になった、ちょっと後半この5分間はマッハがビエロをやや圧倒している感じがありますがね、このいい流れを、このチャンスをものにそうですね、三宅さん、はい、ちょっとビエイラサイド焦ってきましたね、そうですか、全然攻めてないじゃないか、そうですよ、ね、自分の形ができてないというふうに言ってますね、確かにそうですね、マッハの時間になっています、この5分間マッハチャンスですよ、チャンスですね、ちょっとビエイラの表情に疲れの色が出てきました、おー、動きが動くなってきた、さあ、どうぞパンチとあります、ビエイラ最後に行く、さあここから一本を取りに行くかマッハ、つまらない試合をして一本を晒すなら玉砕の死を選ぶといった男です。さあマッハ肩を固めるか、残り1分、マッハが叫んでいる、3ヶ月シアトルのマットフィウムのジムでトレーニングを積んできたマッハ、ちょっと動きが止まってますから、はい、まあ、スタンドでまた行きたいですね、本来のウェイトに戻っての初めての戦いました、野生のカリスマが本来の力を
取り戻せるか、この15分間の戦い。残り時間がなくなってまいりました。残りがまもなく30秒。もう一回攻めておきたい、ここで追い込みたい。マッハ、いいですよ。右のパンチ、その上に当てたのを取れたんです。さあ、マッハのパンチ、ビエラの顔面を捉えている。さあ、一歩を取りたいマッハ。ああ、しかし上からのパンチ、このパンチがビエラのスタミナを確実に奪っています。そして上からの踏みつけ、ここで上がりました。桜井マッハ、早くを切るとビエラ、クロートを鳴らせる見事なテクニックの戦い。15分間で決着はつきませんでした。あははは、腕を取ってちょっとマッハがにやりとしながらビエラを投げていきましたが、マットと抱き合いました桜井マッハ、ハヤト。後半はやはりマッハのラウンドだったような気がしますがね、田中さん、どうですか。そうですね、後半がね、前半とのバランスをどう取るかですね。はい、先ほどの第2ラウンドのスローです。この中からこの右のハイを見せていきました桜井マッハ、ハヤト。そしてこの抑え込んでの膝、あるいはパンチが、英子ちゃん、あの第2ラウンドでたくさんあったんで、はい、この辺りがポイントになってるんじゃないかと思うんですがね。印象はね、強かったですよ ね, すよね。マッハにとっては復帰初戦と言ってもいいかもしれません。クラウス・エフレーシーにタップアウト負けして以来の試合。判定の結果をお伝えします。ジャッジ宮家、桜井、最初はマッハ。ジャッジ足立、桜井、2人目もマッハ。判定は